はい、皆さんこんにちはなのかな、こんばんはなのかな、おはようございますなのか、ちょっと見てる時間はいつなのかわからないんですけど、とっさんの館へようこそ。ということで今回はドラゴンズ竜の希望、岡林、細川、石川、高谷、課題はということで、今回はこのテーマに喋っていきたいと思います。それぞれ、去年の成績だったり、今後の課題だったりを喋っていくと思うので、皆さんもこれだろうって思う方はまたコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。まずは岡林勇希選手、23年成績は143試合2割7分9厘584打数163安打31打点3本塁打12盗塁 OPS が6割8分8厘出塁率が3割2分4厘得点圏が2割8分4厘という成績になりました。で、最多安打は惜しくも1本届かずということで、今年も最多安打争いを争ってほしいですね。まず、去年の対右投手の成績が2割8分9厘384打数111安打。ホームランは3本とも右ピッチャーから打っています。で、対左が2割6分200打数52安打ということで、まあ、さほどそこまで大差はないという感じですね。で、アウトの割合は、まあ、岡林選手なんで、ゴロが 45.1%、フライが 32%、三振が 20.8% となっています。まず岡林選手の課題は、不利なカウントではないのに合わせたようなバッティングが時折あり、非常にもったいないと思います。そしてシーズン後から、バッティングフォームを変更し、以前は構えたバットの位置が低く胸の前あたりで構えていましたけど、耳くらいに構えを高くし、最初からトップを作りバットの動きを最小限にしたフォームに変更しています。ただ新フォームで挑んだ侍ジャパンでは全くタイミングが合っていませんでした。まあ、もちろん変更後すぐの試合だったので、まだ手応えがない状況で挑んでいるので仕方がないと思いますけど、構えるバットをまあ胴から背にしていますけど、バットが出ていないようにも見えましたし、先日の自主トレ映像でもバットのヘッドが出てきていないように見えました。なのでリズムのある動きから打った方が岡林選手に合っていると思うので少し心配です。でも実績ある選手なので、このキャンプ期間で新フォームを自分のものにしていくと思うので、今年も最多安打争いをしてほしいと思います。そして監督コーチの話からライト適性の方が高いということから、今年はライトでの起用になる可能性もあるので、ここにも注目していきたいと思います。次は去年大ブレイクをしました細川誠也選手、23年成績が140試合打率2割5分3厘518打数131安打78打点24本塁打 OPS が7割8分出塁率が3割2分6厘得点圏が2割8分という成績になっています。そして対右投手が2割3分3厘382打数89安打17本塁打そして対左が3割9厘136打数42安打7本塁打という成績になっています。おそらく横の変化が弱いということから、対右ピッチャーは苦手なのかなと思いますし、向かってくるボールに対してはやっぱり強いのかなというところですかね。そしてアウト割合はゴロが 29.1%、 フライも 29.1%、 そして三振が 41.9%、 ほぼ三振ということになってしまっています。カウント別ホームランは初球が7本で最多ということです。そして3番での出場が73試合と最多出場です。そして自主トレでは楽天浅村選手から逆方向の打球がスライスにならない広角打法を教わっています。そして今年は2年目のジンクスを跳ね返していきたいという年ですね。まあ、フォームでは左足を上げて足のつく強さがかなり強いので、どうしてもバットが止まらなくなり見極めが難しくなります。足をついた時に左の骨盤が開かずに打っている時は逆方向にも強い打球が打てていますけど、開いた時はかなりのボールゾーンの変化球も振ってしまうので、ここはやっぱり課題です。もともと体の強さもありますけど、さらに足のつく強さの反動でスイングスピードはかなり速いので、多少ポイントを近づけて打てるようになれば2割8分30本塁打を狙えると思います。おそらく今年はストライクゾーンで勝負されることが少ないと思うので、打てる球をしっかり打っていってほしいです。そして次は期待の大砲石川昂弥選手、
23年成績が121試合打率2割4分2厘。434打数105安打45打点13本塁打。OPS が6割7分6厘。出塁率2割8分2厘。得点圏が規定到達打者では最下位の1割8分4厘という成績でした。そして対右投手は2割4分9厘。313打数78安打9本塁打。対左が2割2分3厘121打数27安打4本塁打という成績になっています。そしてアウトの割合がゴロが 33.8%、 フライが 45.3%、 三振が 20.9% ということになっています。そして満塁時の成績が5打数0安打ということになっています。正直自分のイメージなんですけど、この時犠牲フライを狙って軽く合わせようとして、ポイントがずれて浅い外野フライでランナーが帰れないイメージが非常に強いです。正直もう少し荒くいってほしいですし、広島の矢崎選手から打った高めのボール球を豪快にホームランを打った時の、ぐらいの感じでいってくれれば、苦手の速いストレートも弾き返せると思いますし、正直この矢崎投手のホームランは、コメントで残ってましたけど、バットを短く持ってすり足でタイミングを取って確実性を重視したようですけど、やっぱりすり足の方がタイミングを合いやすいのかな、合いやすいというよりかは石川選手に合っているのかなと正直思います。もともと低めの変化を打つ技術はあるので、ストレートの苦手意識さえなくなれば25本塁打を目指せると思います。守備面では8月までは不安でしたけど、9月10月はエラーがありませんでした。グラブさばきはもともと定評がありますけど、送球面で余裕を持って投げた時に暴投を投げていることが多く見られましたし、おそらく変に抜いて投げたからだと思うので、癖になってなければ練習から意識すれば治る部分だと思います。コンディション不良だった膝も本人はもう問題ないとコメントしていますし、キャンプは2軍スタートですけど、一発目の対外試合で快調アピールし1軍昇格を狙っています。はい、ということで、今回は今年も期待したい岡林選手、細川選手、石川昂弥選手の去年の成績を振り返ったり、どんな課題があるのかなというところを喋っていきました。皆さんもここがやっぱり課題ではないのかなというところがあれば、またコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、ということで今回も見ていただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイ、センキュー。